この奥井は札幌出身、まあ、北海道弁で言えばなまら強い先行選手ですが、ここは人気に応えた一戦です。残り2周切ってその奥井が上がってきています。さあ後ろどうでしょうか。3番荒川光もおります。前々からは終始2番の高橋智恵が動きを気にしていまして、さあ打掌前にコーナー、1番の奥井文が今ゆっくりと前に出ていこうとしています。6番車戸田美代子がそこに絡んでいるのか、前々に踏んできた6番戸田、2番の高橋智恵もおります。後ろ3番の荒川光も奥井をマークしていこうとしていますが、残り1周、今最終周回に入りました。先行は1番の奥井文、ドサンコの奥井先行ですが、2番手は終始もつれています。2番6番、今現在は高橋智恵と戸田美代子の並走になっています。ここは2番高橋が踏み勝っていまして2番手です。最終バックを通過して1番の奥井文が先行、逃げる奥井が先頭で、2番高橋智恵が2番手で食い下がっている。その後は5番車小坂智子3番手、直線コースです。さあ先頭は突き放して1番の奥井文が逃げ切って合流。